平の水産。さあ過激散に告げよ応殺すべき源氏がどこにあるかいざ源氏を殺す次の源氏を示せ貴様は過激を存分に振るうのだ。 様は。いや、些細なことよ。忘れろ。忘れろと言った。こら、面に触れるな。源氏、死にそうらえ。源氏の海、死にそうらえ。源氏に従う者。 滅ぶべし。しゃなおう。しゃ愚かなる地獄。哀れなる区靴よ。お前を。わしは。わしは。おお、おお、 闇にありしもの、望まれしもの、近しいものがあるむしろ、過激世の源流こそ、このもののあり方なのではないか復讐者そうか。わしと同じくして燃え盛る、恩の一文字。 面白い。ともえ御前、過激世の死子となるに十分なものぞ。源氏大札。他に何がいるというのか。源氏大札。この世には源氏が多すぎる。我が望み。 ただ一つ。すなわち、源氏、死にそうらへ。源氏があるならば、いずこへも。さて、いかなる源氏が待ち受けるものか。源氏はどこだ貴様もしや、隠しては。 おるまいな。我は過激よ。源氏を殺す者はすなわち、過激よであり、わしである。この世の頼朝はどこぞ我は源氏を殺す者。我は源氏にあだなす者。 源氏は上社であり、上者は源氏である。過激用が刃を振るう相手は上者であり源氏であるがゆえ、我が敵はすなわち源氏よ。貴様が過激用を刃として扱うわ。別段構わぬ。貴様が戦うは、 歪みねじれた城車でありならばそれこそ源氏に他ならぬくふふ弁奇弁そう奇弁そうとも貴様が戦う者は血脈としての源氏ではなかろうな構うう者かすでに言った「過激清が大札するは源氏」 すなわち歪みねじれた乗車なればこの狩り染めの影が消え去るまでは貴様の源氏を殺すまで。<laughs> よかろう。 ならば苦労てやる源氏死にそうらえ共に参らんここまでだ。 これより先はわしの本意ではない。さらに進むのであれば。ふ <laughs> その時はその時か。面が割れたわしはいや。 私は、過激よ。平良の過激よ。そう、源氏を殺す者。そして、苦労法眼義常。主、そろそろ立て。源氏を殺す。 何をすべきかは心得ています。主。あなたは、私の、主だ。源氏、源氏、源氏源氏の匂いがする。源氏のしもべ。いささか使うようだが。 <laughs> 牛若丸シャナ王ではなくそうか牛若かフフフと懐かしいのだろうこの世すべての悪そうあれと望まれし者なるほど。 心地よいはずだ。復讐者。いつか、燃え尽きるのだろう。私も、お前たちも。私に、過激よに近づくな。お前は、恩の一文字。 捨て去ることができたのだから。ひたちぼう、ひたちぼ私を、見るな。源氏の匂い。だが、あの金髪壁眼は。いや、濃い、濃いな。 源氏大札。他には何もいらぬ。いらぬはずだ。頼朝、許すまし。源氏、死にそうらえ。頼朝。願いならば頼朝を。 この手で、今度こそあの首を。三十八度目の正直よ。そう。今度こそ、お話ができたら。何か、あるな。聞こえてくるものが、祭りかなんだ わしの顔に何を見る所詮、これは仮初めの肉よ。影清の本性は恩の一文字。頼ることなき源氏王札の意志。ですが、今、私は、義経としての意識を得ている。 興味はない。そうだ、興味はない。仮染めの体。過激をはかつてより体を変えてあり続けたもの。興味はない。お前が、この体に見覚えがあろうとも。あるしあるしとの。 私は、過激女なのか、義経なのか。主殿、私です。お分かりになられますか牛若です。いえ、牛若の霊気であった頃、あなたと出会ったという記録が彼方にある。 けれど、今は、どうやら私は、兄上を、源氏の皆を、かように思っていたのですね。であるがゆえに、覆いかぶさった、過清が、私に、わしは、いえ、 私は、牛若は、苦労法眼義経は、憎んでおりまする。兄上を、源氏を、いらぬと捨てた全てが憎い。けれど、それのみが、私の全てでは、ないのです。 兄上を思い、源氏の皆を思い、世の主生を思い、あなたと共に戦う私も、確かに私なのです。それだけは、どうか、あなたに、覚えていてほしい。<laughs> よく、わからぬ。わかりませぬ。わしは過激よ。恩の一もし、復讐者。けれど、わしの中には、確かに私がある。あるし、あなたは、わたしを、 義経のことを知っていますか魔力がそうか受け取ろう 草樹の花のの色すなわちこの世の摂理を知るがいい諸行無常乗車必須 <noise> 儚きはつこの世はなべて知りやくさわが王貴様を捕らえたぞ 無常乗車必須